ゲームズコムにご来場の皆さん、こんにちは。メタファーリファンタジオディレクターの橋野桂です。 Hello。 本日はご参加いただきありがとうございます。ただいま2024年10月11日の世界同時リリースに向けて最終調整に挑んでおり、現地へ行くことができずとても残念です。 Cool。 今日は私からこれまで皆さんからいただいているメタファーリファンタジオディレクターの橋野桂です。 Hello。 本日はご参加いただきありがとうございます。 Cool。 今日は私からまずは皆様にご注目いただいている本作のあらすじについてです。メタファーは本作の舞台であるユークロニア王国の王が殺されるところから物語が始まります。この世界では王族や権威のある人物が王になることが主流でしたが、突如国民から最も人気を得た人物が王になることができるという王選挙魔法が発動され、物語が大きく進んでいきます。現代風に言えば選挙のようなものでしょうか。主人公は王を目指し旅をします。いろいろな場所に赴き、さまざまな人々と出会い成長を重ねます。もちろん主人公以外にもさまざまな種族の人物が立候補します。一番人気になれば誰でも王になれるわけですから、とんでもない公約を掲げる人も出てきますし、ユニークな戦いや騒動が繰り広げられることになります。選挙をめぐる物語をぜひゲームの中で体験してみてください。次にユーザーの皆様からは、主人公が王を目指す道中で楽しめる旅体験への高い関心を寄せていただいています。今作はさまざまな経験や出会いが主人公の王の資質を成長させます。どんな行動も無駄にはならず、主人公の成長につながる、これは非常に外戦車での仲間とチェスのようなゲームを楽しむ、こんな何気ない仲間との交流からも主人公は王に一歩近づくことになります。また舞台であるユークロニア王国のさまざまなロケーションにも多くのご注目をいただいています。旅の道中で訪れる街や雄大な自然では多彩なアクティビティを体験することができます。モンスター退治のサブクエストはもちろん、ある街ではクリフダイビングを楽しむことも可能です。メインストーリーを進めると後から解放されるアクティビティもありますので、プレイヤーの皆さんはぜひいろいろな場所を巡っていただけると嬉しいです。それらゲームの中での選択一つ一つが仲間たちとの絆を育み、主人公の成長につながります。どのような日々を過ごすのかはプレイヤーの皆さん次第です。さまざまな楽しみ方ができるようこだわって作っていますので、ぜひ楽しみにお待ちいただけると幸いです。そして予約購入をしていただくと、冒険をより楽しむための豪華な特典がゲットできますので、ぜひ事前予約をしてください。プレオーダーゲーム、本作の特徴一つお話しします。メタファーでは会話中プレイヤーが選んだ選択肢を主人公がボイス付きでしています。これは私がこれまでに作ってきたペルソナ5などの作品よりもさらに主人公に個性を与えたかったためです。プレイしていくうちに親近感と愛着が増していただけるようこだわって作りました。ぜひ新たな主人公を愛していただけると大変嬉しく思います。それでは Xbox チームに戻します。ありがとうございました。